いやいや、人間が無理やり押し込んで。芝の3900メートル、4歳以上の13頭で争われます。午前中の雨はすっかりと止みました。明るい日差しが降り注ぎます。阪神競馬場の近くです。脳の大きさは結構あるんやろ。ヤヤオの発表で第8競争を迎えています。正面スタンド前からのスタート。今9番のダンクホールド、まずは1頭ゲートの中に誘導を受けて、今またヤヤオを過ぎたところです。規制番号の竹馬が向かい出す。規制番は11番ダンベルデイ、3番サンライズロイヤル、続々とゲート中へと収まります。数番の掛け場誘導を受けて、その後と数番の掛け場向かいます。4番マサライ、12番サンライゲー、2番はアマナプラネットを攻め打ち、10番ケイヤイ同歩陣収まりました。さあ掛けが順調に進んで、13番ダンベルデイ、これが最後です。ゆっくりと13番ゲートを収まりました。全部のゲートの中、体勢完了、スタートしました。ちょっとバラッとしたスタートになりました。さあ内から押して押して、まずは2番のタマモプラネットが花に立っていきます。4番のアサライト、7番のティアップワイルドと広がって、最初の障害踏み切ってジャンプ、ハードル障害の秘密全部超えました踏み切ってジャンプって言いますか、この人。これちょっと30分ぐらい売れてますから今もう映像出てますから、あれ見ながらやれば多分聞こえると思いますけど、踏み切ってジャンプと。10番ケイヤイトオソジン、その13番ラガートモヒールと続いて、3、4コーナー中間の障害へ、2番タマモプラネットを踏み切ってジャンプ、高いヒエツでクリアです。後方も続々と角が飛躍していきます。縦長となりまして3コーナーを回っていきます。向こう上面に入って2番のタモプラネット、先頭5馬身とリードを広げました。2番手9番ダノンゴールド、3馬身差11番アップトゥーデイトの追走で、池脇の障害先頭を振り切ってジャンプ、2番のタモプラネット無事飛越を終えていきます。各馬も続々飛越、リードを5馬身保って2つの池脇に向かいます。2番タモプラネットが先頭です。先頭キープ振り切ってジャンプ、2番手には9番ダノンゴールド、10番ケイアイドーソリン、3番手13番ダガートモヒーロ、そのうちに11番のアップトゥーデイト、2コーナーカーブ力4番マサライズ並んで、2馬身差ティアップワイルド、8番ソンブレロ、3馬身差3番サンライズロイヤル、1番名将ヨード、6番の帝王ゼウス、あとは3馬身正面スタンド前。